て、アイドル人生どうにもこうにもできないので、後悔ないように過ごしたいって思ってますね。なるべく HKT48 に自分がいたんだっていうのを自分自身が感じれるようにしたいです。6期生さんも入ってくるのでね、オーディションがあるってことはそういうことですから、皆さんが私たち5期生を好きになってくれたように、6期生のこともみんな早くすぐに受け入れてどんどん好きになっていくと思うんですけど、なんかそれを面白がってるのはもう金島はよく分かんなくて、なんか6期生殴れるかもみたいなのは別にいいんじゃないかなって思っちゃうんですよ。 HKT48 を応援してほしいから6期生も応援してほしいし、それが悪いことだって思ってうちはお2枚持っててごめんねとか言われる方がなんでって思っちゃうんですよね。好きな人を好きな時に好きなだけ応援する方が絶対楽しいから、まあそれがでも面白いってなるんですよね。よいしょよいしょ、伊豆みさん、年越しそばありがとうございます。うん、平島たちもさ、でもあそうやって6期生のことところに行くんでしょうとか言うけど、まああれはふざけて言ったりするけど、全然もうあのいや流れてほしいわけじゃないけど、みんなを応援するっていう意味ではとても嬉しいことですね。うん、うちは私はたくさん持ってるのは本当になんとも思わないんですけど、なんかそれをね隠そうとしたり、なんかごめんねって言われると、えなんでって、何がダメで謝ってるのって思う、いつも書きすぎた。いや本当に目が赤い、メイクしてるのに。こんにちは、レモンちゃん、年越しそばありがとうございます。メイク時間はいつもは、私は本当にこだわりがないから20分ぐらいで終わっちゃうかな。結構ね早いですよね。あ、ビューラーがねいつもねないの。なんかねビューラー消えてさ、いつもさないんだよね。どこ行ったんだっけなっていう。今やっぱ昨日もやったんだけど、部屋が史上最強に20年間生きてきて今までで一番汚い。なんか去年の10月が HKT 入ってて一番忙しくって、そのアットジャム熊本、どこだっけあれは、あ違う熊本じゃなくて市役所、違うな、どこ市役所のアットジャムがあったり、あとコント劇と公演、いや何だったっけな、この公演、このハウステンボスの公演だったかな、なんかもあって、あと公演があったのかな、なんかとにかくあれやばいってなってて、めっちゃやばくって、その時でさえ全然部屋が
綺麗だったのに、今までそんなに汚くなったこと、まあ多少あってもすぐ片付けてたのに、今なんか片付けるの体力がないまま、いつも帰ってお風呂入って覚えることとか覚えたら疲れて寝ちゃったりして、それでなんかそういう生活が続いていくうちに、どんどん生活が下手になってきて、で最近はもう本当に洗濯だけして乾かしたらもう寝るとか、お風呂入って、昨日はお風呂入ってる間に洗濯物を回して、お風呂上がってこう化粧水とかドライヤーとかして、お風呂じゃなくて洗濯物乾かして寝ました。もう本当にパタンって倒れるかのように、もうその脱いだ服とか着て帰ってきた服とかも全然もうあちらこちらにいて、めっちゃ汚いです部屋が。何時に寝た？いやもう早い、昨日は1時2時くらいかな、帰ってきて、でショールーム昨日知ったよね、12時ぐらいまでして、でそっからお風呂すぐ入れて洗濯物をしたんですよ。でお風呂に1時半ぐらい入ってたから、まあ1時半も2時くらいに寝たかな。しおさん良いお年を。おー、ありがとうございます。でも朝も全然遅いんですよ。今日も集合が10時とかだったから、まあ起きるのは9時とか8時半とかで、全然そのめっちゃ早いわけじゃないから、ちょっと30分予定より早く起きて片付けれるだけ片付けるとかしたらいいのに、なんかそのためにアラーム鳴らしても自分が寝てて起きてくれない。お風呂入ってる間暇じゃない？お風呂入ってる間は本を読んだり、昨日は YouTube を見たり、昨日はあの真空ジェシカガクさんの人形っていうネタがあるんですけど歌ネタがあって、それを2回ぐらい見返しましたね。あの上半身が人間で下半身が神尿の人尿っていうネタがあって、あれがなんか本当に面白くて2回ぐらい見返したりとか、あとは星野源さんの本をよくお風呂で読ませていただいたりしております。最近はそれそこでね読むぐらいしか。でも明日はさ移動時間が長いから、眠たくなかったら本を持って行って読みながら移動しようかなって思ってんねん。あんな思ってんねん。ほんでみんなあの質問してや、質問してや。こんにちは。真空ジェシカさんコントをする、いや M1 もこの間ファイナリストに選ばれててたりとかしてますよ。星野源さんのラジオは昨日ね聞きながら気づいたら自分が寝ててはって起きて止めて寝たんですけど、だからどの辺まで聞いたかも覚えてないくらいですね。和夫さんハートありがとうございます。和夫さんハート500ありがとうございます。おすすめの本は、おすすめの本は記憶屋はあの本当に面白くて、あのあタイトルがおもろくて、なんか友達が読んでて、それめっちゃ面白そう誰のって
誰のっていうか貸してほしくて誰のって言ったら、まあ、誰々のだよって言われたからその違う子に借りたんですけど、めっちゃ面白くて、なんかタイトルがまず記憶やってなるじゃないですか。でその記憶をなんか失えるみたいな、で記憶屋がなんだろうな、嫌な記憶とかがあったら失うことができるんですけど、そのなんだろうな、こっちは私はめちゃくちゃ嫌な記憶でも別の人から、例えばまあ絶対ないけど私が HKT の記憶、 HKT にいた記憶なくしたいと思ったら記憶に頼めばなくせるんだけど、それで私はめっちゃすっきりするけど、ファンの皆さんだったりメンバーだったりは覚えてる、私が HKT だったことを覚えてるから、まあそれは果たしていいことなのか悪いことなのかみたいな話だったりとか、まあその記憶や主人公の近くにいる存在の子が急に記憶がなくなっただったかな、で記憶屋が誰なのかみたいな話なんですよね。そうで結局読んでほしいんですけど、記憶屋誰だったかっていうのもはっきりちゃんとしてるし、めちゃくちゃ面白くって、うわーこんな終わり方ないやって なりましたね。かえちゃん、プレゼントはどうやってあげるんですか？ファンの方の方が詳しいと思うけど、事務所に宛てに住所を書いてくださったら送ることができると思います。あ、メイクはね、終わってない終わってる顔、終わってる雰囲気を醸し出してるけど全然終わってない。あとね、こうなんかルーラーがないのでまつげができないのと、それに伴いアイラインが引けないので下に行かないとね、できない。ちょっとメイク、アイメイクが薄いのかな、もうちょっとなんか寝てもいいかもしれない。いや、あのね、映画ね、見てないんです。あ、でも本、まあ映画もあるけど本も読んだやつで言うと、もううるさいほど言うけど、人魚の眠る家はもう誰しもが見た方がいいと思います、だし読んだ方がいいと思います。あんなに泣けるっていうか心が苦しくなる本がある、お話があるんだっていう、まあハッピーエンドでもバッドエンドでもないような、なんかただただ辛い、辛いけど、まあ愛とか家族とかについてたくさん考えさせられるお話で、私はやっぱり今は子供で、その子供っていうのは年齢的には二十歳で大人ですけど、やっぱり子供がいない、なんだろう、娘がいない子供じゃないですか、親、お母さんの子供で、子供の時に見たお話を大人というか親になっても見てみたいし、おばあちゃんになっても見てみたいから、いつまでもその見るたびにその気持ちとかが変わるんだろうなっていうお話です。レモンちゃん、良いお年を、ありがとうございます。ミンゴリさん、ハートありがとうございます。こんばんぽ。学生の頃に読んでた本、それこそ人魚眠る家も学生の時に読んだし、記憶屋も学生の時に読んだし、あとはタイトルが思い出せないんですけど、
5年ごとのなんかタイムこういう風に来ててここで出会う出会ってこう なるお話映画もあったんだけど私は本しか読んでなくてなんか彼女は過去から来てるからやっぱりなんだろう彼女の初日が出会った初日が違う彼女が、うん、彼氏が出会った初日が彼女の最後の日だったんですよね。で彼女がだんだんなんかちょっと冷たいじゃないけど人見知りっぽくなっていく行くんですよ。それでなんか髪もどんどん髪の長さもどんどん変わっていっていくんですけど、それで主人公がなんか見つけるだったかななんかで結局私は過去から来ててあなたは未来から来てて違うね私は未来から来ててあなたは過去から来てて5歳の時と25歳の時かなに1回出会うんだけどお互い今ここで出会うみたいな。あ、僕は昨日の君とデートする。あ、それだそれだ。え、それがめっちゃなんか切なくて面白くて、でも本当に切なくて、で、もう一回読み直しました。読み直した後にもう一回読み直しました。ともっちさん、ハートありがとうございます。そうね。読み直しましたね、それは。シカゴのたくちゃんさん、そばありがとうございます。ともっちさん、ハートありがとうございます。ありがとうございます。ともっちさん、ハート1000個ありがとうございます。ホームアローン見れてないよ見れてないよ。恋愛系の映画見てるイメージ。でも昔はそれこそなんだろうな青春ラブコメディとか青春映画みたいなのをなんか本当に友達の話に乗っかるためだけに見たりとかしてたんだけど、あの本当に最近そういうのに興味がなくなったというか、すごいなんだろう、最終的に主人公の二人がつながるお話ではなくて、こうなんかリアリティのある、まあそれこそ本当になんでしょうね、記憶屋とか。あとなんだ海外の映画とか結構見るようになりましたね。和夫さんハートありがとうございます。ああ君の星座食べたいもん見たかな。あ、ちょっと書いちゃダメだ。おお、みんななんか映画教えてください。あ、水曜日が消えた見たよ。あのめっちゃ面白かった。あ、そうなるんだっていう、めちゃくちゃ面白かった。さくちゃんハートありがとうございます。なんか5分ぐらい寝れそうなくらい今なんか睡魔が急に襲ってきた。
レッスン着。若菜がなんか年間終わって暇だったら来るって言ってたけど来ない。葵ちゃんハートありがとうございます。じゃあなんか話しましょうみんなでこんにちは。なんか質問ありますか。もう質問とかないよね、こんなさ、卒業する人に。ない、ないよ、普通。ない。中野さんとカフェは、みやびとカフェ行こうって言ってて、で、一個、どこだったかな、六本松かどっかにあるカフェに行こうっていう話をしてたんだけど、ちょっと時間がなくてないね。そうね。今日の公演の意気込みを聞かせて。今日はなっちゃんの生誕祭なので、意気込み頑張ります。トナカイにも触れたの？どんな感じ？トナカ…あー、いいぞ福岡。ね、触れましたよ。あのね、でもトナカイはもう24日まで、25日までだったから、そうなんです、もうね、無理かな。ケプラーのデビュー曲、うわ落ちたら目が。あのね、なんかティザー映像みたいなのを見たけど、ちゃんとチェックしてないからチェックしなきゃ。はい、おう、芸人でチェックしてるコンビ、そんな、私は本当にあの、なんですか、コアなお笑い好きではないと私は思っているので、あんまりあれなんですけど、インスタグラムで見つけた、インスタグラムで見つけた国道アリスさんがリール、インスタグラムってリールっていうのが出せるんですけど、そのリールでなんか流れてきた国道アリスさんのリールがめちゃくちゃ面白くて、めっちゃいいねしちゃってる。なんかリールは数秒、何分かも載せれると思うんですけど、多分 TikTok とか用の感じで結構短めのやつで、めちゃくちゃ面白かったし、あとは YouTube もされてて、たまに YouTube のネタも見ます。めっちゃ面白かった。
M1 アナザーストーリー見ました。でもお風呂から上がってきた時に、オズワルドさんの途中だったので、もうほぼあの錦鯉さんしか見れてないけど、めちゃくちゃ面白くてめっちゃ泣いた。こんばんは。ロバート秋山さんのお父さんの焼きカレー、そう食べたんです。 Life is beautiful。 こんにちは。こんばんはだよ。言うとしたら僕、焼きカレーって辛いの？あ、全然辛くなくて、チーズが上に乗っててめっちゃくちゃ美味しかった。いい加減覚えろよ。朝ごはん食べた？食べてないのよ。突然 Do the Baby の好きな振り、難しかった振りはある？え、Do the Baby、 ここが好き。 Do the Baby、 わかんないよね。ここなんか角度変えれない。K-POP 踊ってほしい。あーおーおー、てるてるてらら、おー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 、パドナや、なーたんこりーいにおーい。いうん、生まれ変わるなら何になりたいですか？うーん、犬か猫か人間。面白そう、見ますか？見れたら見たい。ハイホッケーマンさん、ハートありがとうございます。今年の楓ちゃんの漢字を一文字で教えて。今年の私の一文字、え、なんだろう。おお。白飛びがすごい。なんだろうね。目。今目がかゆすぎるから目。メンバーと入れ替わるなら誰ですか？ねねさんかな。ねねさん、ねねさんは、やっぱり可愛いし
細いし、なんかみんなからすっごく好かれてるから、ねねさんがいい。あと踊りが上手というか、そう。おいおいおい、来てるじゃねえかよ。あにゃはせよ。上島かえで今にだ。かえで上島今にだ。あにゃはせよ。口の色ないです。すみません。私もないです。リミカエデです。こんにちは。6期生の方ではないですね。すみません、5期生のです。来てます、すみません。すみませんが来てます。 T シャツをありがとうございます。お願いします。お願いします。5期生なんですね。すみません。リミカエデです。なんか顔の結晶なくね。これできないの、メイク。メイクないじゃん。うん、なんだよ。あ、ちょっとキャンセル。イエーイ。カラコン可愛いだって。カラコンはこちらで、今日はモラクを使っています。お願いします。あ、でもちょっとまだあのリップラインで血色悪いかもしれないですね。すみません、ちょっと、すみません、ちょっと。あ、今日の髪の毛バレちゃいました。すみません、ちょっと見てないふりでお願いします。バイトバイトって。すみません。わかなちゃんは何をされてるか。わかな髪の毛してましたね。なんだよ、おせえな。リミちゃん、あ、こんにちは。こんにちは。化粧終わったと。うん。え、これだけよ、化粧道具。え、じゃあ間違えた、持ってくるやつ。バカか。え、かわいいじゃん。私がもうちょっとで卒業することについて。ほーにょー、こいつ卒業するのになんか昨日仕切ってたぞ。違う、聞いてよ。あれはあのまま終わるのちょっとちゃうかなと思って言ったら、卒業するのになんか言ってたぞ、なんか。やめんのに気まずかったね。え、ビューラーまだなん。まだ下にある。まだなくしちゃったから。何をやってんの。明日くれてもいいけど。ほにょ、ビューラーくれてもいいけど、明日使ってないね。ほにょくれてもいいけど。ほにょ、カイホッケーマンさん、ハートありがとうございます。え、これかわいいじゃん。え、それね、今まででメイク道具で一番お金出した1980円。安いだろう。クリオなんてこちら、ズーシーです。お願い、あ、サックさん、ハートありがとうございます。カムサハムニダー、カムサハムニダー。なんで、これどうやって塗ってんの。手で塗ってんの。うん、筆で塗ってる。どこに筆あるの。いいかもね。見て、この使い古した。ね、ちっちゃ、カエデサイズかにゃ。拙者の手はこうなんですけど、手に置くとまんこう。夢かな。あ、リいやいや、あずま橋さん、星ありがとう。うっちーさんもありがとう。はなんか、リカやリキヤ、リキヤさんもありがとうございましょう。あら、かわいい。どうやって、どもっと塗っていいかな。めっちゃかわいいじゃん、これ。あ、ポンポンして塗るんだね。え、なんかね、目でこすりたくないんだ、あんまり。なんか今日めっちゃ痛かったもん。どうかな。あ、いいじゃん、これめっちゃ可愛い ね。でも楓めっちゃあの色濃いと思うよ。え、見て、黄色っぽいでしょ。うん、うん、ついてるついてる。うん、キャラおもろいだって。え、キャラとかないんですけど、すみません。すみません、やっぱちょっとテンション高い時はこんな感じで、まあ、一人でショールームとかする時結構おとなしめにやってるんですけど、やっぱ今日はなちゃんの生誕祭ということで頑張っちゃうかにゃ。韓国のあれだったよ。うん、知ってるよ。なんて読むの。ペラペリペラ。うん、プリペラ。うん、ペリペラね。じゃあ、ランキングを読んで。あ、そろそろランキング読んでいきたいと思いましょう。え、これめっちゃ画質いいね。なんかこれ見て、え、俺の目ん玉すっごい目に焼き付けとけよ。ランキング見まーし。何、何、あ、
1位から読んで、10歳まで1位から、1位から読んでんだ、なんか逆から読んでるわいつも。じゃあ10歳から読む。うん、分かった。はい、10歳とももさん。とももさん、ありがとう。読めない。いい、エデンさん。エデンさん、7日の公演当たっただって。おお、卒業公演。卒業公演だ。目に焼き付けとけ。ありがとう。おまつさん、ありがとうございます。かいほっけーまんさん、ありがとうございます。たいしさん、ありがとうございます。かずおさん、ありがとうございます。たくみさん、たくみ18さん、うん、18さんね、18歳なのかな。ありがとうございます。違うかな。ともっちさん、ありがとうございます。しおさん、明日1列目で、うちはもっ、あ、1列目。おお、たまらんどすね、それ。あれ、明日ハーフテンボス。ありがとうございます。りょうさん、ありがとうございます。あおいちゃん、劇場いるけどなっちゃん質問紙出せないねん。あら、なんで。まあ気持ちだけでも大事っすわ。よし、黄色いゾウさん、楽しみ、良いお年を。ありがとう。パイハイパーサ、サルーンさん、ありがとう。ありがとう。あ、22歳でした。22歳でした。すみません。ありがとう。リミカエデを目に焼き付けやがり。着替えようと思ったけどさ、あ、ショールームやってるんだわと思って来た。え、ありがとう、優しいね、わざわざ。でも歯磨きもやったしさ、あとリップだけだったから。あれはストレッチ。ストレッチ、うん、今日は行かなかった。滋賀にオプソだから。まあ滋賀にオプソ、滋賀にオプソだからおぬるん。私は疲れてないから。滋賀、今日は時間がないからでした。じゃあね、じゃあ公演頑張ります。公演頑張ります。バイバーイ。私を見てくれてありがとうございました。バイバーイ。何してんの。身長高すぎ、さ、激しすぎてきついのよ、こうしないと。ほら嘘だろ、やめろ。バイバーイ。